皆さんこんにちは、タイガです。今日はちょっと雑談とかしながらアニメ社やっていこうと思います。普通の通常プレイでちょいちょい話しながらね、ムービーはカットします。兄のごとく。分かったわ。いやー、 PS4 でね、去年に出たんですけど、一応もうプラチナはトロフィーは取りまして、まあまあのプレイスキルはあると思うんですけど。ウキ姫、まあ食らっちゃいましたね、最初にね。ここは敵倒せないんで雑に終わらせます。いやー、まあ物語的にはね、この雪姫がこのあとこう連れ去られて助けに行くと。よかった、やっぱり来てくれたのですね。可愛いっすよね。かわいい。サマノスケがこの城を去ってから心細くて、私どけ無意識けら、まあ雪姫連れ去られちゃうんですよね、この玄魔に。敵は玄魔です。サマノスケ、サマノスケ、目を覚ませ、サマノスケ。ここがよくわかんないんだよな、俺。今の何時では玄魔を制す。多分鬼のなんかあれなんだろう。鬼の力を授けるっていうことだと思うんだけど。玄魔に滅ぼされし鬼の一族。説明しましたね。説明されました。玄魔を倒し、魂をその小手に封じる。俺に化け物の力をくれるっていうわけか。PS4 版で声優さんが変わったんだよね、確かね。サマノスケの。まあここまでがオープニングっていう感じです。まあサクサクいきますか。ここずっと見てるとこうカラスが通るっていう。黒いっすね。当時小学生の時は震えたよね、これ。一戦スキル見せちゃう？まあこれ特殊一戦ですね。特殊一戦っていうのはこう敵が特定の動きをした時にできる、その敵特有の一戦なんですよね。早く来い。化け物、早く閉めろ、中に人が。諦めろ。連鎖一戦とかね、したいっすけど。疑似連鎖一戦みたいな。はい、ノーミス。これぐらいね、プラチナ取ってるんで。私どうするよ、倒したって。お前ら。悪い、本当に。かわいい。お前たち、一体どうしたんだ。あいつら、どこからともなく現れて、襲いかかってきやがった。出たよ、最強の敵。一戦できない。
これね、こいつの一戦ほんとむずいんですよ。あ、死ぬんじゃないこれ。あ、これ死ぬんじゃないのこれ。じゃ待って、どうしようどうしよう、ちょどうしようどうしよう。退散や。じゃあ約束いこう。グダグダですね。これね、鬼武者、この、三つ目って言うんですけど、こいつ。一戦自体は簡単なんだけど、鬼武者ってこう特有のカメ固定のカメラアングルなんですよね。だからね、こうカメラアングルとかでやられるっていうパターンがありますよね。あ、今できたな。こう見、ほらこう見えないんですよ、敵がね。敵が見えれば一戦ってすごい簡単なんだけど、こいつほんと最強だからね。まあ今のも特殊一戦っすね。いやー、下ってんなー。もうほんと強いんだこいつ。死ぬって。どうする、ちょ保存したいんだけど。はずき一戦狙うか。じゃあ安全にはずき一戦狙います。もう、はい、でいく。適当に雑談しながらやろうと思ってたのに、テイク2してたら意味ないよねこれ。別に一線縛りをしているわけではないので。もう三つ目はね、こう普通に倒していきます。あの宝箱はいらないっす。いやー、まさか編集点を作るとは。まあ一戦はね、こういうやりやすいやつらでやっていきます。じゃあほら、こうね、見えないんだよ。え、なんで？謎の一線透かしが。カメラワークなんだよな一線は。和田がラジオ的なことやってましたね。見てあげてください。和田すごい編集すげえ凝ってるかな。編集しろって話だよね。来ました最強武器。もう基本的にこの武器しか使わないかな俺は。一番一戦やりやすいんでね、モーション的に。3回転こうですね。懐かしいなこの仕掛け。緊急事態宣言がね解除されましたね。うちの会社はさ、なんか
あ、まあ、こういうの言わない方がいい。うちの会社はその緊急事態宣言が解除されたらなんか交代制の勤務だったけど、解除されたからもう交代制は終わりですみたいな感じだったよね。それってどうなのって感じだけど、まあ仕方ないか。テレワークは継続しろみたいなね、そういうお達しだと思ってたけど、あ、さっきの宝箱は力石が入ってるんですけど、ちょっと仕掛けを覚えてないので取んないっす。こうローリングも一戦できるんだけど、ワンはやりにくい。すごいこいつ。こう魂を吸うと攻撃してくる鬼武者の常識的なあれです。ちょぐだってんな。一応撮影する前に無限空間を2周ぐらいやって肩慣らししてきたんだけど、やっぱね、一戦ってこう見える時と見えない時があるんだよね。こうやってる人にはすごいわかると思う。ああ、もうこのタイミング完璧だわみたいな時と、なんかこう分かってんだけどつかめねえよな、このタイミングっていうのがあって、あれ何なんだろうね。ちょっと魂稼ぎでもしますか。今日か、あ、間違っちゃった。まあ基本的に敵は一戦で倒すのが、まあその一戦縛りとかじゃなくて単純に早いんで、一戦で倒すから別に武器の強化もいらないんですよね。いきますか。和田 FF10 クリアしてたね。やっぱ最高だよな FF10 は。いますね、左上に。まあ、こいつはもう慣れてるんで、結構雑魚の中の強キャラですけど、もう余裕っす。これもういいセンスね。これってこう敵の攻撃によってこう受付時間がね違って、もう四角の押すタイミングなんですよね。こういう雑魚のキャラは長い受付時間が、ただこうサクサクね一戦できるんですけど、ああいう大型の敵は結構ね、あの受付時間がすっごい短いんですよ。でも長年の鬼武者歴でね、ここカバーするっていう。結構うまいよね。あ、自分で言ってるけど。
やばい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 、ちょ待って、農民が死んじゃう、農民が、こいつ助けない、こいつ死ぬんでね、助けないと。ふう疲れてる。もうこう助けてあげるとこうアイテムがねもらえたり。ここ見つめ出るんですよ。やっちゃう一戦。あ出ないね。あ帰り道か。これもね石が入ってると思うんだけど、ちょ思い出せない、ぐだるんで。次ボスがいるんですけど、ワンはねボスに一戦ができないんで、この必殺技バシバシ使っていきますんで、よろしくお願いします。さっき雪姫をさらったやつが出てきます。こいつはね簡単なんですよ。結構こう左に回る。あ、クラッチった。あ、クラッチった。ちょ、場所あり、場所あり。まあ、右でもいいけどね。右だとたまに当たるから。ガードもいるし。あ、ほんと雑魚ですよ、こいつはね。こう怒ったら使う。で吸収してどんどん使って、吸収して、これも最速のやり方っすね。あガード負荷やばい、下ってるこんな長引いたことないわこいつで。面白いっすね鬼武者は。今度はお前がネズミの餌になりやがれ。今度はお前がネズミの餌になりやがれ。さっき和田がこうなんだっけラジオ動画上げててさ、まあ、本当はね一緒に収録したいんだけど、こういうご時世ですしね。で動画見たんですよ。で F10 クリアしてたでしょ。でシーモアを用心棒でなんか2万ダメージを3回ぐらい当ててぶっ倒してたけどなんか和田がちょっと面白かったのが、レベル上げしすぎて簡単になったって言っててで用心棒で2万ダメぐらい出してるんだよね。で用心棒のダメージ限界突破ってアーロンの特殊の武器、必要武器を2段階強化しなきゃいけないんですよだからね技でレベル上げだけじゃなくてね、攻略サイト見て多分必要の武器もね強化してるんだよねもうそこがなんかね面白くてちょいちょい笑っちゃいましたね。なんかスフィア版進めるだけでもう圧倒的に勝ったのかなと思ったら必要武器強化してんだよね。それがちょっとツボでしたわ。ちょこいつな、ちょこいつ一戦やりたい。さっき練習したからむずいんすよ。こいつが多分一番むずいと思う。俺はこいつの受付時間は本当に短い。あ、もうないわ。もう死にたくないんで正解をします。ちょっと待って、分裂してる。
こんな苦戦すると思わなかったな。なんかもうもっとかっこいいスマートなプレイで雑談かましていこうって思って収録に臨んだんだけどこれはひどい。あ、剣が劣化剣だっけこれ。これね、モーションがあんま好きじゃないんですよね。こっちにします。かっこいいんで。こいつ魂を吸う鬼武者おなじみのキャラなんだけど、ワンのこいつはね、あの逃げる時にだけ一戦できるんですよ。まあ特殊一戦なんですけど、これも2とかはね、狙って特定の技で狙って一戦できたんだけど、あ、ちょこれめんどくさいでしょ。だからこれ一戦狙うとめんどくさいから、ちゃ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 、もう倒しちゃう、倒しちゃう。 OK。 あ、そっか。これあれか、 PS4 からね武器の切り替えがこう R2 で簡単にできるんで、忘れてました今。こう3つ目はもう普通に倒すわ、グダるから。かなりグダるんでね、グダり要素満載やん。あいつをまず倒そう。こいつほんと弱い、いないか、増えてる。あ、これこれこれ、こん時に攻撃やってると、あ、あ、あ、嘘でしょ全然何も紹介できないんだけどあ、これが人気実況者になれない理由ですよね。さてさて、俺劣化剣を手に入れたんで、ここが開くっていう、そういうシナリオです。やばいやばいやばい。これさっき言った一線が見えない時ね。いやー、おもろいわ鬼武者。切り替えました。 R2 でね、切り替えるから。これ何城だっけ、ちょ忘れちゃったな。ちょ何城だっけ、全然思い出せん。出た、こいつ厄介なんだな。これね、掴んでくんのがね本当に厄介。でも一戦はね簡単なんですよ。ちょ紹介するから、今度こそ紹介するから。これね、こいつの攻撃こうタイミング合わせれば一戦はできるんですけど、こいつはねこう狙ってると掴んでくるから、これ蹴りをね使うんですよ。うまくいかねえな。蹴りを使った後にあのね、こうね出るんですよ一線がね。これ全部の敵に出るわけじゃなくて、こいつ特有の特殊一線なんですよこれも。何すんだよ、離せ、離せ。静
あいつはいっぱい出てくるからね。おい、何をしてるで、一線狙う距離にいると掴んでくるから、基本的に蹴って特殊一線を狙うっていう方針でいきます。お主こそ拙者織田家家臣木下藤吉郎でござる。この男こそ後に天下を取る太閤豊臣秀吉である。そうなんですよ。織田家の者がなぜこの稲葉山に。猿ね、猿。そんなことより様之助殿、お主織田家に仕える気はござらんか。お主ほどの男ならいるでしょう。喜んでこういう上に好かれてる上司いるよね。こういうのが俺の生き方だ。まあ良い。ごますりの拙者は諦めませんぞ。ごますりの上司いるよね。うまいんだこいつが。こういうやつがね、世渡りうまいんだ。こういうやつは。なんかスルーしてるかな。大丈夫だよな。いますわ。カツキさん。雑魚ですね。これ一回戻ろうか。なんか見逃してる気がするんだよな。ん？こっちの部屋は最後の方だもんね。ここもあれだもんな。あ、出てくんだこいつ。あ、そうそうそう、まだ喋んないんだよね。保存しますか。石縛りしよっか今回はね。そういう趣旨でやっていきます。